はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週はニューヨーク在住の僧侶中垣健実さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。はい、おはようございます。こんばんは。はい、こんばんは。はい、このやり取りも、1週間続けてきましたけど、ね、今日が最終日となりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中垣健実さん、ニューヨークからです。そう、満字もう今週最初いきなり中垣さんがバーッと喋り始めちゃって、満字の話も出たり、でも説明せずにずっと放置して金曜日になってしまったんですけど、そうですね放置されてるものが結構多いんじゃないかと思いますけど、そうですね満字を研究したんですよね。で、満字とハーケン・クロイツ、はい、っていう本とか、ナチスの、はい、鍵十字になるわけですけど、うん、まあどっち向きかっていう話もあるし、まあ、実は漫字自体も両方の向きのやつがあるから、まあ、どっち向きかでもないっていう話があるわけですよね。で、まあ、日本にいると普通に地図に、神社はなんか鳥居のマークだし、お寺は漫字のマークが出てきて、うん、まあこれお寺かなっていう地図記号になってるわけですけど、あれを、うん、欧米の人が見ると驚くっていう話ですよね。そういうことですね。だからどっちの方向から見てもあれはヒットラーですよね、うん、ナチスジャーマニーっていう感じで、うんうん、日本地図に7万お寺があるから、7万鍵十字があるように見えてしまって、これは何なんだとユダヤ人の人とかそうそう、特にこう、まあ、驚いちゃうわけですよね。そうですね、うん、だからあれですよ、スワスティカっていう言葉は一応禁句でもあるわけで、ね、はい、だから口に出せないわけですよ、スワスティカ自体が。そうですね、うん、今頃、うん、だからあんまりアメリカにないこと住んでてもあんまり知らない人いるんじゃないですか、スワスティカって何って言われて、うん、でもアメリカ人にとったら言わなくてもすごく知ってる言葉ですよね。で、あんまり触れちゃいけない言葉って、まあタブー視されるわけですね。はい、うん、だからそういう言葉が、まあスワスティカっていうか漫字になるんですけど、うん、当然そのナチスを連想するからですよね、うんうん、だからハーケンクロイツっていう言葉は使ってないんですよね、アメリカは。あ、日本はハーケンクロイツ知ってるでしょ、うん、はい、うん、そうですね。言うとしたらスワスティカってことですか、アメリカだと。そうなんですよ。はい、でもスワスティカってあれはもともとサンスクリットですよね。うん、だから仏教とかヒンズー教とかあっちの方の漫字なんで。うんうん、そのアメリカ人もともと間違ってるんですよね、だから。はいはい、うん。ヒトラーはスワスティカっていうことは使ってないし。うん、トランスレーターはハーケン・クロイツをそういうふうに訳してますけど、うん、うん、それだけで、もともとトランスレーターが間違えたのかな、うん、というところもあるんですが、とにかくその、なんですね、あまりにも、あれだからなんで使い始め、そういう話になったかっていうと、インターフェースでさっきありましたよね、その宗教者が集まって、はいはい、その時にいつもヘイトクライムとかいろんな、その、なんていうの、インターフェースのリーダーみたいな人が集まって、うん、こういろんな社会的なことを話し合うわけですよ。はい、例えば、まあ、今回だったらバイオレンスのことでもいいんですけど、はい、それとかそのヘイトクライムもそうですよね。ヘイトクライムもそのとかね、うん、でプリズンとかいろんなその、まあ、今、まあ、ポリスのブルタリティとか、ね、はい、警察の暴力とか、まあ、そういう、はい、いろいろ問題になるものを、はい、そういう感じで、ね、はい、
うん、そういうものを話し合ったりするんですけど、その時にたまたまヘイトクライムの話の時はやっぱりまあ案の定っていうかね、スワスティカの話が出てきたわけですよ、うん、でその時にそのエクスパートっていう人が話をしたりするんですけど、はい、そのエクスパートがスワスティカっていうのはこれはその普遍的な悪のシンボルなんだって言ったわけですね。ユニバーサルシンボルイーボーって言って、うん、でその言葉がちょっと引っかかってしまって聞いたわけですよね、はい、うん、そのユニバーサルってどういう意味で言ったのっていう感じで、うん、まあ、まあ、あの別に英語で聞いたんですけど、うん、そのだからね、なんでその普遍的な悪と言えるんだっていう、ね、仏教でも使うし、はい、ね、ヒンズーでも使うし、ネイティブアメリカンも使ったんだよねっていう話をしたときに、うん、そのエクスパートが全く知らなかったですよ。それで、あの、ね、普遍的っていうのは無理でしょっていう感じで、ね、うん、そっからちょっとこの万事のことが始まったわけですよ。全然エクスパートじゃないですよ。で全然エクスパートじゃないですよ。でもそれがアメリカの常識なんですよね、うん、アメリカ人にとっての常識だし、うん、だからエクスパートがそう言うっていうことはもうアメリカ人普通そう思って当たり前だから、うん、ちょっとそれは良くないんじゃないですかっていう感じでね、うん、少なくともユニバーサルではないよねっていうことですね、うん、そう、うん、でもちろんね、このヨーロッパとかアメリカではっていうんだったら話は分かるけども、うんうん、ユニバーサルと言い出してる、だからそこで本当はだからね、その問題が出てくるわけですよ。他の国が使ってる時にアメリカ人とかね、そのヨーロッパの人が来て、例えば日本に行ったとしても、なんでこんなところにこんなシンボルを使ってるかって言って文句言い出すとかね、うん、どっちが取ったんだっていう感じがありますけどね。そうだからお寺、古いお寺をこう参拝観光とかしてる時に饅頭を見つけて、これはなんてことだ、外せみたいな話になっちゃうってことですもんね。そういうことですね、うん、うん、でだからそう、そのなんかヨーロッパ中心っていうか、あ、ね、うん、白人至上主義っていうのは大体その国自体がそういうふうにやってるだろうって言いたいわけですね、私としては、うん、だって饅頭自体をちゃんと認めないっていうことは逆に言えばそのヨーロッパアメリカ中心にしてるからそういうふうに見るんであって、うん、ね、もう少し他の国が使ってるものをちゃんと認めるべきじゃないのっていうところがあるわけですよ、うん、でだから対話っていうのはそういうところがあるじゃないですか、あのやっぱり、でそのために本当は対話するためには、でも万事のことをちゃんと書いたものがないとダメだろうと思って本を書いたんですね、うん、それを研究っていうか、あの博士論文にしたのはそういうことです。そうですよね、うん、なかなか、だからもともと、うん、タブーだからテーマ自体が研究もなかなか大変だったんじゃないですか、そのいろんな人とじゃあこう対話を重ねるとかも、うん、うん、筋縄ではいかないですよね。そうですね。大体あの調べるときはちょっとなんかね、もう難しいというかね、図書館に行って、うん、ほら、例えば、マインカンプとか、いわゆる我が闘争か、はい、あれを借りるとするじゃないですか。はいはい、この人は何を考えてるんだろう。ですよね。ほんで、例えば本を借りるでしょ、うん、本を借りて、万事の本なんて、その電車の中で読んでたら、なんかこう、変な目で見られるわけだし。ですよね。いや、うん、だから、なんかね。それ自体が、ヘイとかっていうふうに思われちゃいそうですもんね。だからね、いろんなあれありました。だから、あの、なんかね、こんな何研究してんのって言ったときに、うん、まあ、万事のこのことを言ってるって言ったら、突然、何を考えてっていうかね、何を考えてるんだっていう感じで怒り出す人もいましたからね。うん。はい。だから、いや、そういういろんなこともあったり、でも逆に面白いのがあるんですよ。その、ユダヤ人の人だから、これ、なるべく話さない人とか思ったりすると、はい、その人は結構知ったりするんですね、万事のことを。ユダヤ人の人の中で、やっぱり知ってる人は知ってるんですよね、やっぱり。うん、それはもともと東洋から来たやつだよね、とかいう話で、うん、分かってくる人もいると思ったら、なんか進歩的なユダヤ人の人とかが逆にね、うん、こう、もう全然、もう、声に出してくれるなっていう感じで言われたり、うん、もうなんかね、反応が分からなかったんですよ。どういう進歩的だからって言ってパッと。なるかって言ったらそうでもなくて、感情的なものがいろいろあるから、うん、それだけ深いんだなとは思いましたね、うん、だからまあ一応自分でも、まあ、これをするためにわざわざというか、あのアウシュビッツとか行ってきましたから、うん、あのトレブリンカとか、うん、サッケンハウゼンかっていう、うん、あのまあね、そういういろんな
ところも行ってみたりして、一応あのお線香とちゃんと合わせて、別にそのユダヤ人のことを苦しめるためにやってるっていうわけじゃなかった、もちろんもちろん、うん、でそれでまあそういうこともして、まあその時に思ったのは、ヨーロッパに行ってもどこにもね、その卍のことを書いてないんですよ、うん、いわゆる東洋から来たものだとか、あ、だからじゃあもうあまりにもタブー、説明なしですよ、タブーすぎちゃって、うん、全部こうもうあらゆるところから消し去っちゃったんですね。そうそう、消し去られてるわけで、うん、あのそこまですると逆にね、ユダヤ人が例えばこのお墓なんかも時々行ったりして、うん、したんですけど、その時にちょうどユダヤ人とか、まあもちろんユダヤ人だけじゃないですけどね、他の人種の人も、うん、あのね、ホモセクシュアルの人とか、まあいろいろね、あの、殺されてますけど、うん、あの、その中を見てたら、なんかその人らと一緒に万事もそこに埋められたんじゃないかなっていう感じのイメージがあって、がしたわけですね、その行った時に。だからやっぱりこれはやっぱり頑張ってやろうかなっていう感じで始めた。もうやっぱり やることにしたんですね。だから最初ちょっとどうしようかなとか思うのがあったんですよね。こんなタブーなことだって何の得があるのかなとか思いまして、自分でもよく言われたんですよ。なんでこんなことすんのっていうか、いろいろね、平和のこととかもっとこう、うん、ポジティブな感じでやることたくさんあるでしょうっていう感じ、インターフェースなんだから、うんうん、まあ実際にそれもいいんだけど、どうもマンジは気になってるのがあって、というでマンジのこと知ってたかっていうと、本人も全然知らずに始めたんですけど、うん、でも、うん、なんとなくというかね、でだからその日本、本当はニューアメリカか、初めて来た時にシアトルに行った時、だからそれこそ本当に20、はい、そのマンジを調べるようになる25年前の話ですよね、うん、だからその時に初めて来た時にやっぱりこうあのマンジとアメリカのマンジに会ったのはその時かな、だからいわゆる花祭りでこう、はい、あの何ていうんですか、花見堂を作るじゃないですか、はい、で花でこう作ってて、はい、なぜかうちの最後にうちの仲がいたというか、あの大東市の方のお寺で、はいはいはい、いつもお花でまんじゅうをこう入れてたわけですよ、うん、あの屋根のところに、はい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 、でそれをやったら、はい、なんかね、日系人の人二世の人とか飛んできて、はい、これはやったらダメです、すごい血相変えてきてやってたんですここは日本じゃないアメリカじゃないとか言われて、ええとか思ってたんですけど、ええ、あの、まあ、その時は自然、ね、うちではいつもやってんだけどっていうふうに、そうそうそう、よう考えてみて、あ、うん、俺ここカリフォルニアでそんなにねユダヤ人いるわけじゃない、あ、これ、うん、あのね、うん、シアトルだったからそんなにいるわけでもないのになと思いながらも、うん、まああんまりそんなことはそこまで考えてなかったですけど、うん、とにかくまあ自然にやったんです、ああ、それはそうしたらすごい、うん、それでその後いろいろ説教されて、逆にね、メンバーの人からいろいろ怒られて、これは絶対やったらあかんかなと、いろいろ、まあ、その歴史とかも聞きながら。それで、その後はだからね、どちらかというと、私は万事のことは、やっぱりもう、そんだけね、わざわざ嫌な思いをさせる必要はないんだったらね、まあ、使わないでいいだろうって言ってた方なんですよ、本当、だからその後は。で、そのね、やっぱりこう、ね、あの人を傷つけるようなことはしてはいけないだろうっていうふうに思ってたんで、うん、そうですね、うん、で、まあ、そのこの間の日本ではあれですけど、ね、はいはい、もちろんね、うん、それは全然いいと思うんですけど、だからそれでそのインターフェースのその時にその普遍的なと言われた時にちょっと、うん、そこからこう戻ってきたら、よう考えたらあれよりもっとひどくなってるじゃんっていう感じがしたわけですよね、うん、25年経ってこれかっていう感じで全然理解が深まってないっていうか、逆に、うん、どころか消し去られてる、そうそうそう、消し去られて、うんうん、なんかますますひどくなってきてるんだなと思って、ちょっとそれは良くないかなということで、まあ、あのいろんなね、本当はその後でインターフェースの後で いわゆる、まあ、仏教の人とか、うん、まあ、なんてヒンズー教の人とかジャイナ教の人とかネイティブアメリカの人とかが一応集まってね、うん、後でいろいろ話したわけですよ、それについて、はいはい、ちょっとこれはなんぼなんでもおかしいっていう形からこうどん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 進んでいったっていう感じですね、うん、はい、じゃあ、うん、そっか、だからね、まあ本をこれから出て、うん、ちょっとも本は日本語の方が早く出ちゃったんですもんね、そうですね、でもだから日本の方は日本語であれでいいとは思うんですけど、うん、だから本当はもともとは英語で先にできてたんで、まさか日本語のが先になるとは思ってなかったのもあるし、うん、で
英語は英語ででもちゃんと出て、出たんで、そろそろちゃんと動かないとっていうので、本当はね、コロナがなければもっといろいろやったんですけど、去年。そうですね。ただ、一応コロナもまあこれからもうちょっと収束してもらうっていうところに立って、はい、ちょっと始めようかと思って。だからね、あのヒンズー教の人ら、まあ、ニューヨークのにあるヒンズー教の人もこの間ちょっと話をしてて、ちょうどその人らも、まあ、ユースのグループなんですけど、はい、そのスワスティカについてのことをこう具体的にアピールしていこうっていうものをが今出来上がって、そこは、うん、連携してもいいですよね。連携して今から行こうかと思ってるわけです、うん、でそこもちゃんとあの本もちゃんと紹介してくれてるんで、うん、喜んでるんですけど、でもあの本当にこうなんていうのかな、逆の差別になるじゃないですか。だからそうです、ね、ある意味でユダヤ人に対してそうかもしれないけど、今はね、うん、グローバルのソサエティだし、うん、ニューヨークの中にもだからそのマンジを大切にしているグループがいるのに、その人らは別にね無視されてるわけだから、うん、ユニバーサルという名のもとに、ユニバーサル、うん、そういうことですよね、うん、だからそれはそれでまたおかしいだろうっていうことで、で特にマイノリティとかね、エイジアンとかもちゃんとこう認めるっていう、うん、だからどちらかというとアジア人っていうのは目に見えない透明人間みたいなところがあるんですよね、うん、アメリカでは、うん、だから逆にもう少しなんていうのかな、あのだからマンジのことにしても、まあ、それを、うん、それによってこう嫌な思いというかね、こう差別されたりする人も結構やっぱりいらっしゃいますからね。特にこうヒンズー教の人なんか結構今でもよく使うから、あのなるほど、うん、だからそういった意味でヒンズーの人はすごく大切にしてるものだし、うん、あの向こうは回転も右側だしね、あなるほど、うん、同じ方向なんですよ。もともと仏教もそうですけどね、もともと日本に伝わってるやつって古いやつは右回転なんです、ね、はい、もともとは右がどっかで裏返っちゃった、うん、あの漢字になった時に、ああそうなんですね、だから中国で正式な漢字として万字が入った時に左回転の万字が入ったんですよ、うん、まあその方が書きやすいですよね、右利きの人が書くにはね、ああそうですね、確かに確かに、うんうん、でまあ、一応、はい、まあ、仏教の経典でも右もあの表も裏っていうか、それも同じ意味だっていうふうに書いてあったりするんで、うん、まあ、その辺はどちらでもよかったんだと思いますけどね、うんうん、だからまあとにかくそういったところで漫字を通していろんな対話をできないかなっていうのが、まあ、一つの大きな話としては、うん、やっていきたいことではあるので、そうですね、まあ、ね、その対話ってというのを大事にされてるのはやっぱりなんかニューヨークのお坊さんらしいなっていう、しかもその、はい、その万字っていうこう何でしょう、議論を呼ぶ、はい、呼びがちな、うん、テーマをあえてこう取り上げていくっていう、そうですね、うん、いやだから逆にまあこの万字を通してもっといい意味の万字を知ってもらうっていうのと、まあ、マンジがもともと仏教をどういうふうに見てたのかなっていうのは本当はちょっと知りたいことあるんですけどね、その戦前とかね、マンジはどういうふうな感じで見られてたのかなと思うんですけど、うん、今本当にないでしょ、日本でもいつの間にか消えたり、日系人会でも、うん、日系人会っていうかあの日系人のその仏教アメリカのね、昔すごい使ったんですよ、マンジ戦前は、それが今はどこにもないから、もちろんですね、まあ、アメリカのことだから当たり前かもしれないですけど、そうですね、ただ日本でもあんまりあることはありますけど、なんか昔はもっとあったのかなとかね、その万事に対する思いっていうのはどんな感じだったのかなっていうのがあるんですよね。まあ今はやっぱりその法輪とかでしょ、ユニバーサルっていうあのそのエクスパートの方が言ったことはあながち間違ってもなくて、うん、まあポリティカルコレクトネスですか、その、まあ、うん、ちょっとこれ危ないやつは使わないでおこうみたいなのがやっぱり、まあそれこそユニバーサルにそういう風潮ってあるんで、まあなるほどね、ちょっとまあ、うん、それでなくても表現できるんだったら使わないでおこうかっていう風にしてどんどん消えてっちゃうんでしょうね。ああまあその辺はあるかもしれないですね、うん、でもまあ、 対話とかは平和ファンデーションのことあれですけど、はい、一応エッセンス的にはどこで
あの平和ファウンデーションを作ったかっていうと、聖徳太子の17条憲法とかですよ。だからもともと対話を進めたのはあの平和憲法っていうか、あのね、あの昭和の平和じゃなくて、あのいわゆる17条憲法の中で出てきますよね、何度も。はいはいはい。だから、そうですね、はい、だからそこが対話ですね。その、なんていうのかな。いや、だから、いろんな意味で、あの17条憲法がすごく大切だと思ってるというか、聖徳太子が、まあ、いるかいないとか、ね、いろいろやってますけど、が、やっぱり日本では唯一、すべての宗派をまとめれる方ですよね。他のはもうみんな自分の宗、自分のね、自分のとにかく宗祖とかばっかりじゃないですか。うんうんうん、ね、それで、まあ、お釈迦様さえ忘れてるようなところがある時はあるわけだし。だから、まあ、でも日本の中で、うん、どこに行ってもあるのは聖徳太子ですね。で、聖徳太子に関して言えば、神社でも結構みんなね、や、あの、大切にしてるわけだし、だから、ある意味で日本の、あの、なんていうのかな、宗教っていうものの、本質的なところで話をしていくと、そこに持っていかないと日本はまとまらないんじゃないかと思ってるところあるんですよね、宗教自体が。で、逆に言えば、聖徳太子で全てまとまっていくんだろうなと思うところもある。うん、で、それが、その、対話であったり、和をもって尊しでしょ？その後の言葉がちょっと間違ってると思いますけど、大体の解釈は、ちょっと、あの、ほら、あの、逆らうことなきをもって胸とするっていうのは、うん、あれ、いわゆる、暴力をしないっていうことですね。非暴力のことですよね。そういうふうに見ないと、仏教なんだったら。うん、だから、和をもって尊しまして、そのためには、そういう武器、いろんなね、あの、逆らうっていう字はそういう字を書いてますよね。を持たない。だからそれが一番大切なとこだっていうことだと思ってるんですけど、いろいろね、武器を持って争ってあるわけだから、それをやめるっていう精神だと思います。その中に対話っていういろんな人のことを聞いていく。で、また話を聞いたりしていくっていうのを重要にし、重要視してるんで、だからそういうところで平和ファウンデーションは作ってて、だからインターフェースですね、ある意味で。聖徳太子が一番インターフェースですよね。日本の宗教の中で言えば、まあもちろんキリスト教とかもちろんその時はなかったわけだから、あれですけども。うん、代表する、うん。まだ来てない。シンボルですよね。そうですよね。だから、その、ある意味で、そういう、あの、宗派を超えたりできる、存在っていうのはそこかなっていう感じがあって、それでまあ、あの、まあ、聖徳太子にしてるっていうところがありますね。まあ、なるほど。だから、そうですね、まあ、これから、何て言うかな、あの、やっぱりこう、ね、3.11 とかそういうものを通して、まあ、9.1、まあ、ここの場合は 9.11 ですけど、それの時にやっぱり思ったのは、ね、まあ、まあ、ちょうど 9.11 の時もここにいたんで、その時ちょうど会長やったんですけど、ね、仏教で。そうですよね。あの時にニューヨークにいたんですもんね。そうですよ。であれから灯籠流しやってみたりね、いろいろやってましたけど。はい。ハドソン。大変な時ですよね。そうですね。ちょっとは、あれはちょっと狂いましたけど、私、いろいろな意味で。いろんな意味で狂いましたけどね。狂いました。うん、うん。まさかこういうことになるなんて思ってないですもんね。うん。まあなんか、まあその意味で逆に。変わっちゃいそうですね、うん、あれあると。そうですね。うん。うん、で、まあ、それからまた学んだこともたくさんありますけど、うん、まあ失ったこととかそういうのもたくさんあるのかなっていう気がします、ね。うん。うん、でも、ああいうのを通して、逆にインターフェースとかいろんな諸宗教にしても、そういうものが手を取り合っていくとか、お互いに助け合っていくっていうのは、やっぱりもっと必要だと思いますよね。特にね、まあなんか、日本ってそういうとこあるじゃないですかね。自分の村、村々っていうか、ね、村と村と、あの宗教も宗教もそうだし、なんかすごい対立的な、なんか、ね、宗派を超えるっていうのはなかなか難しい感じがあって、うん、いや、だからそういった意味で、住職塾とかなんかいろいろね、やってられますから、すごいですよね、うん、その、掃除にしてもそうだし、だからある意味でそういうとこは
その宗派を超えて実際にやってられるわけだから。はい。まあそこは、すごいなと思って見ております。ありがとうございます。フリーランスソロでの先輩の背中を追って。フリーランスだからできることっていうのがありますよね。ありますね。お寺にいるとできることがあって、でもできないこともあるわけで。うん、で、フリーランスだと、やっぱりお寺にいるのと違うから、やっぱりできないこともあるんですけど、でも、はい、フリーランスだからできることもたくさんあるわけだから。ありますね。まあそういった意味で、ね、まあ、フリーランス。まだもうちょっとやらなあかんかなとは思ってますけどね。そうですね。いやありがとうございます。まあお時間もそろそろで、いやでも本当いろいろとか、そういう中で平和ファンデーションっていうのはなんかすごく、はい、中脇さんのすごいいろいろな今までの経験の帰結としてあるんだなというのをまたちょっと改めて、思いましたし、ね、はい、私もなんか、フリーランス僧侶仲間としてぜひちょっとできることをさせてください。はい、ぜひぜひまたお願いいたします。まあ、あとマンハッタンにまた武者修行に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、今週は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。さよなら。はい、失礼いたします。生で。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。怪獣学万道風船猫盆随心志放電軸心美風
水死亡時年下を非人の下道筆を非者上国無水変一流言語前後大戦法音楽発布戦地打戦法上空魔三下で特徴不意大随意義外連座下非逸造小獣役難天外人独唱破唱法事業務最優勝上不大非暴老門美戦勝敗来式義語五者組者空流院二大天来郊外母人語法衛祭六時門上五指数宣言で総監無不死気分長名不学三徳原料滅後昇方針空意志経年在弁症状下集合不合格症状単言行動異尿臭障害を修士義上位水今後即税大当時下実水眼経験外有地教室持つ非具後方来時期死濃厚非風前病臭へ先進官老水越木妙家同小金意志義当時両南部ラクダ無敗の昭和風貌も尿が頓合直反寝家事代理天人間を中二者眼言具死を学輪寝死従乱義打返事牛特徴乗車三幕論溶岩裁縫合死難六根上合同三図溶絶妙年教有法変検事特任事業無語語不上税少々記号不心配クエスト一九十なわぬ死神奇妙
阿弥陀無こもぐ奇妙三へ来三食の苦行気分とぐもな キャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。